こんばんばは青いいいい星ですすつも動画をごご視聴いただき誠にありがとうございます、えー、本日はですね、まあ、タイトルにもあるんですけども少しロレックスマラソンランナー、まあ、私含めたですねランナーの皆さんにちょっと厳しいですねお話というかニュースを紹介させていただきます これ12月23日のですね日経新聞の記事になるんですけども、まあ、内容としてはですね中国の個人投資家不動産から高級腕時計に投資をシフトという記事が出ておりました具体的にはですね富裕層の個人投資家の多くが 現在、えー、住宅購入をやめてですね、その養生資金をロレックスやパテックフィリップなどの高級腕時計の購入に充てているというふうにですね、記事にはありました。これまでのですね、えー、富裕層の個人投資家の投資先というのは、ですね、基本的に不動産が中心だったんですけども、まあ、先日私も動画に上げさせていただきましたが、 恒大集団というです、ね、中国の大手不動産業者がです、ねまあ、デフォルトになって、まあ、中国の政府の金融の引き締め等もあってです、ね、不動産価格が今、下落しているという状況の中で、まあ、中国経済、少しずつです、ね、冷え込みつつあるという状況で、まあ、個人投資家がです、ね、徐々に、まあ、値段の今、上がり続けている腕時計の方にです、ね、積極的に投資をしているということになっている状況です。 記事の中でですね、紹介されている中国人の方の話だとですね、もう時計を お、なんですかね、自分で身につけるために買っているというよりは、もうあくまでもですね、まあ投資資産、まあ投資の向け先というふうな見方でしか見ていないというような感じで、その中で出てきているですね、まあブローカーというかコンサルタントなんですかね、の方もですね、価格はもう基本的に落ちることはないだろうという見通しでですね、まあ今後もどんどん上がり続けるだろうということで、腕時計投資をですね、積極的に進めたりとか、まあ今後上がるだろうというふうに見ているという状況のようです。 ということでですね、まあ以前私、あの、別の動画でですね、えー、もうちょっと話をさせていただいたんですけども、高、えー、まあ広大集団がデフォルトで,ですね、破綻すれば中国経済が冷え込んで、えー、もしかすると中国国内で、えー、まあロレックスとかを買う人が減るんじゃないかと、まあそうなれば、 スイス、本国から来るですね、中国への入る分がなくなって、それ以外のやつが日本に入ってくるんじゃないか。もしくは、日本でですね、まあ中古とか新品とかを仕入れて、中国に売ってるみたいな、そういうルートもですね、減るんではないかと、いうことで国内の、日本国内のですね、そういう、まああの、ロレックスの加熱化みたいなのも下がるんじゃないかというふうに見ていたんですが、今回の記事を、まあ、うのみすればですね、 中国の方では今まで不動産に投資していた資金がさらに腕時計の方に流れるということで今以上にですね中国国内での腕時計投資が過熱化してそれはすなわちですねやっぱりスイス本国からの中国への供給量が増加したり もしくはですね、日本での仕入れをして、その後中国で売り裁くみたいなところもですね、増えてくるので、やはり日本国内でのロレックスのやはり、えー、と需要というかですね、が増加して、えー、さらにロレックスマラソンが厳しくなるんじゃないかなというふうに、まあ、今回の記事で私は感じました。まあ、この記事をですね、う、まあ、呑みすれば、もう私としてはですね、えー、最悪のシナリオというかですね、 まあさらに、転売ヤーの人たちがですね、活発になって、どん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 、お え、売ってですね、利益を稼ぐような状況が、今後もですね、増えてくる可能性はありますし、あとは、ま、先日ですかね、動画にしましたけれども、ま、都事件の佐野市で起きたようなこういった事件ですね、えー、ロレックス石店を襲うような事件っていうのも、頻発する可能性もあるということで、まあ、非常にですね、あまりいい、いい情報ではないなというふうには感じているんですけども、まあ、これは、ま、現実としてですね、まあ、少し受け入れなければいけないのかなというふうに感じております。 ただですね、まあちょっと僕自身、あの、時々、何ですかね、メディアを疑っている時もあって、わざわざこういう情報を流すということはですね、もしかすると、まあ、バブルの崩壊というかですね、弾ける直前なんじゃないかなというふうにもちょっと勘ぐってもしまうところもあります。まあ、これだけね、あの、いい情報なんていうのは、そもそも流さないっていうのが、まあ普通の、何ですかね、ビジネスのセオリーですから、 こういう情報が漏れ出てきて、えー、やっぱりこう、一般投資家というかですね、えー、まあ、ビギナーというかですね、初心者の形がどん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 参入してくるっていうようなことを促している可能性もあるので、 えー、まあ、あくまでもですね、これは参考にという感じにはなるとは思うんですけども、少なからず、まあ中国で投資が増えているというのはですね、まあ、今後も一時的にまだ上がり続けるとは思うんですが、まあ、いつかですね、えー、このロレックスバブルというかですね、腕時計、高級腕時計バブルがど、どこかのタイミングで弾ける可能性もあるんじゃないかなと思ってますので、まあ、そこはちょっと注視しながらですね、見ていく必要があるんじゃないかなと思ってます。 まあただ、ちょっと、やっぱり、楽観視はできずですね、当面、このロレックスないし、他の高級腕時計っていうのがですね、まだまだ過熱感っていうのは続くんじゃないかなと思ってますので、まあ、我々ですね、ロレックスマラソンランナーとしては、まだまだ厳しい状況がですね、さらに続くんではないかなというふうに感じております。はい、ということでですね、まあ、本日、ロレックスマラソンランナーとしてはですね、非常に厳しい情報ではあったんですけども、 皆さんですね、こういう情報も踏まえつつ、えー、来年もですね、えー、まだ今年もまだ数日ありますし、また来年もですね、えー、時間はたくさんありますので、ぜひですね、あのー、気長にいいマラソン続けていただければというふうに思います。ということで、えー、本日長くなりましたけれども以上です。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。